見しました。今ね、住んでいるマンションの近くにある建物なんですね。これお城だったな。ちょっとね、行ってみよう。ここね、野田城って言うんですね。野田城。ちゃんと釣り鐘がなぜかって、今お寺なんですね。お城、ちょっと入れない。野田城跡。もう都市化が進んじゃってね、ほら、お城らしき感じじゃないですよね。野田城跡と書いてある。で、ちょっと見学ができないんですね。はい。これはね、荒木宗茂さんですか、が、城主だったんですよね。尼崎とこことね、3カ所ほどお城を持ってたね。で、一番最初に陥落しちゃったのかな、織田軍と敵対してしまってね、はい、で豊臣秀吉に、追討されてしまうんですね、はい、というここはですね、大阪、大阪の入り口となるので、海も近いしね、とても、ね、有益な場所なんですね、だという場所ね、野田城でした。